ゆで満月のポンポコチャンネル、ブヒーシュ。さあ、1分トークのコーナーでございましてですね、お題をいただきまして、それに対して私が1分間喋るということでございます。はい、この中にお題が入っております。よいしょ、よいしょ。さあ、これは何か、あ、2枚引いてもらった、1枚直しとこう。よいしょ。はい、どこでしょう。はい、サイズ、サイズでございますね。はい、さあ、それではサイズに関する1分トークでございます。よーい、スタート。じゃん。さあ、私は、まあ、もう見ての通り太っておりますので、まともなサイズの服がなかった、今までね。で、必ず4L サイズの店とか、ビッグサイズの店とかね、まあ、大阪におった時はそういう店も行ってましたし、まあ、高知に来てからもね、たまには、行ってるんですけれども、まあ一時病気いたしまして、心臓の病気でね、ぐんとぐんと痩せたんですよ。まあ、一番重たい時でね、体重が103キロあったんですね。今は80から85の間を行ったり来たりいたしております。で、一番ね、痩せた時で78まで落ちたんですけれどもね、やっぱりこう、人間というのはそう簡単には変わらないもんでございます。やっぱりちょっとずつまた戻ってきたんですけど、だから結構きついリバウンドするかなと思ったんですけれども、割とこの80から85の間で保っているんですよね。ですからですね、今のところまだサイズが LL で入るサイズになりました。まあ、それまではですね、3L とか4L でしか入らなかったんですよ。まあ、3L とか4L になったらね、いい服はあるんですけどもね、なんかこう可愛らしい服とかですね、なんかこういろんなね、なんていうんですか、スタイルが違うやつとかがないんですよね。だから、やっぱりこの体型を、まあ、もう何やったらもうちょっと痩せてもいいですし、まあ、体型維持してなんとかサイズのある服を、買えるようにしたいと思います。ポチッひどい。1分37秒。また今日これもひどかったな、これ。もうちょっとちゃんと喋れよ。体内時計。しっかりせ。はい、というわけでございまして、では満月のポンポコチャンネルでした。ぜひ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。プヒッシュ。